どうも、他のゼミナール、宿長の岡野と申します。まあちょっとこの林千佳さんのですね、まあチャンネルを見てですね、いや本当に勉強になるなと、いつもあれなんですけどね、岸田政権のポジションは米中草刈り場から脱却ができるのかっていうのをですね、今回ちょっと論じてたんですけれども、まあおそらくできないと思います。ですね、まあ岸田さんがですね、まあ二階派を排除したことによって、親中側からどっちかというと親米側の方に、なるんじゃないかと言われてるんですけども、ただ、茂木さんとかですね、あと野田聖子さんですね、こちらが、まあ入ってますので、どっちかというとまだ親中側が色濃く残ってくるという感じですね。でまあ林千佳さんの番組でですね、まあそうだなと、思ってですね、まあ勉強させていただいてるんですけれども、ですね、まあこちらがちょっと今回ですね、林千佳先生がですね、論じてたことなんですね。高市早苗がですね、まあ新総裁で、仮になってたとしたらというですね、まあ、もしもトークですね。まあまずは靖国神社の参拝を、できてたんじゃないのかという、これもねちょっと面白い感じですね。なぜかと申し上げると、高市早苗さんが総裁に仮になってくれてたら靖国に行くって言ってたのに、安倍晋三さんと同じように行けなくさせられたら、そのなぜ安倍晋三さんが靖国に行けなかったのかっていうのが、見えてきて非常に面白かったなと思いますよね。でもし河野太郎さんがですね、新総裁になってたとしたら、まあ日本端子って言ってですね、中国の、まあ、ソーラーですね、ソーラーで、金を稼いでるところからですね3000万ぐらい拠出お金をいただいたりとかっていうのがあったので、要は河野家自体が、河野ファミリー自体が、スパイだった、チャイナ側のスパイであったと、つまりあの政治家になってあってはいけなかったっていうことが、表に出てですね、またあの国際金融資本家からするとですね、ものすごく面白い感じになってた。であとは、小泉ファミリーがですね、また太陽光のところでまた荒稼ぎをしてて、で小泉進次郎君のお兄ちゃんとかが、まあ、そういった CM であの俳優として起用されたりとかですね、イメージキャラクターか分かんないんですけど起用されたりとかですね、もう家族、でその太陽光で金を稼いでたっていうのが出てきてですね、非常にちょっとこの面白かった。しかし今回の、まあ岸田さんが、総理大臣になることでなんか叩きづらいし見えづらいっていう感じになってしまって、ちょっとこうあれだったんで、まあ、高市早苗さんが、新総裁になってたとしたら靖国に行くとこんだけ言ってたのにできなかった時が面白いのになっていう感じがしますね。で、まあ世界構造図においてどのくらい、右方向へのシフトができたのかっていうですね、そんな感じなんですけれども、まあちなみに麻生さんがですね反習近平なんですよね。ですのでまあまあ岸田さんでもやや右側に行くんじゃないんですかみたいな感じですね。
そして日本を取り戻し続ける、すなわち世界構造に挑戦する程度は、国民の目覚めがだいたい 1-2%、 今日本の現状がまあだいたい 1-2% ぐらい、だと思いますね。これが 10%、 35% になっていくと、国民のバックアップがあるので非常に動きやすくなってくる。でアメリカとかの場合だと、例えば FOX だったりもそうですし、共和党側に入れる人たちが大体7000万ぐらいいたりとかするので、アメリカのおよそ 35% ぐらいの有権者が、まあ、目覚めている状態になっていると。で大体まあ 35% ぐらいの、世論形成ができているんですけど、日本の場合は今大体ね 2% だと思ってください。まあ、1から 2% っていうのもまたこうミソなんですけど、有権者がですね大体1億800万いるんですね。なので1億1000万弱、まあ、18歳以上の人がいて、実際こう選挙に行く人たちっていうのは5000万弱なんですね。4900万台なんですね大体。なので、今まあ例えば虎ノ門ニュースだったりとか、そういったものとかの、再生回数とかが大体100万ぐらいに、なったりとかするので、まあ5000万の選挙に行く人から見ると大体 2% ぐらいと。ですからこれが多分おそらく林千佳先生が言ってる目覚めてる人の 1% から 2% っていうこと で、目覚めてる人っていうのはですね、これですね、この三角の構造、こういったマネー主義ですね。でこのマネー主義とこっちが左なんで、まあソ連とか、いわゆるソ連だったりとか、今で言ったらチャイナ共産党ですね。でこっちが、いわゆる親米って言われてる、まあ、形、まあアメリカもバイデンだともうほぼこっち側に位置してるんですけど、 35% のアメリカ人が目覚めてるのと、あとはその共和党と民主党がですね、大体議会が半々ぐらいになってるので、まあ過半数取ってないので、ちょっとこう動かせるんだけど動かしづらいみたいな状態になってて、アメリカのその議員の人たちでも目覚めてる人非常にちょっとこう多い状態になってる。じゃあなぜこのマネー主義、つまりロックフェラー財団とかロスチャイルドですね、ファミリーのこのマネー主義がこっちとこっち、まあまずアメリカの方に関しては1913年に FRB って言ってですね、まあ、ポール・ウォーバックっていうやつが、まあお金を出して、お金を出してというか、まあアメリカの中央銀行を作りましたということで、まあナポレオン戦争以降のですね、金融を、一つの一族ユダヤ人に握られてしまうというような、形を1913年にアメリカが取られました。そしてこちらは、まあボルシェビッキっていうですね、まあそのユダヤ人ですね、まあ例に、ニコライ王朝ですね、1917年、まあ日露戦争で弱ってしまったロマノフ朝を転覆させたのが、こっちがポール・ウォーバックのいとこのフィリックス・ウォーバックってやつがレーニンにお金を出していると。でさらにヤコブ・シフですね、日露戦争でお金を出してくれたやつも、トロツキーにお金を出しているという形でですね、でソ連の幹部の8割は、ユダヤ人だったということなんですね。はい、という形でですね、1913年以降のアメリカと、1917年以降の、
ソ連、チャイナ共産党っていうのは同じところがお金を出してる。これはマネー主義だと、まあ、林千佳先生はおそらく、まあ、おっしゃってるんだろうと、推測できますし、小生もそうだと思う。つまり、人口の今 1% から 2% がこういった構造ですね。つまりその林千佳さんが安倍晋三さんの、悪口というかですね、安倍晋三さんがやったことに対して言う、菅さんがやってしまった悪手ですね、悪の手を否定する。でも否定をするんだけれども、構造問題という形で付け加えるのがこのマネー主義。この構造問題を今理解しているのが 1% から 2%で、その中にもう一個がですね、テレビというですね、情報ハイウェイを全く見ない、つまり既存のそういったメディアを見ない人たちがいっぱいいると。で、これがこれからどんどんね増えていくので、まあちょっとこうどういうふうな、言論空間とかになっていくのかっていうのがちょっと楽しみではあるんですけれども、それをさせないようにこちらのマネー主義のやつが、まあまあ、3S って言ってですね、スポーツとセックスとスクリーンですね、娯楽を増やしてですね、気風ですね、気に風、まあシビライゼーションですね、文明とは何ぞや国民の気風ですと、まあ福沢諭吉大先生が学問の爪でも伸びてるんですけど、そのこの気風を乱すように、下劣にさせていく。で、まあある意味で言えばツイッターもですね、文字数が少ないので、もう300ぐらいの単語を知っとけばほぼもうコミュニケーションが取れてしまうような形になって、つまりボキャブラリーですね、語彙が減ってくると、こう言葉のですね、とかそういった思考がですね、パターン化しやすくなってくるんですね。ですのでね、こういうふうに、な構造をですね、持ってる人たちを増やしていくと。で、ここで大切なのが、今アメリカは、まあ 35% ぐらいの人が、まあ目覚めてるんじゃないかと言われてるんですけど、日本に関してはたった 2% ぐらいなんです。少ないですね。つまり、日本っていうのは、このマネー主義があって、親中親米とこう分かれています。で、ここの真ん中にいるのが、まあ、草刈り場の管理人の総理大臣、日本なんですね。これ日本なんです。しかしこの構造問題が 30% ですね、3人に1人分からない状態で、岸田が悪い、菅が悪い、安倍が悪い、なんとかが悪いっていうのはちょっと酷な気がするんですね。ですので一人でも多くの方がですね、この構造に、ストラクチャーですね、構造問題に対して、真摯にまっすぐに、見てですね、で、まあ今回の、まあ、総裁選もそうなんですけども、これから起こる、衆議院のですね、解散総選挙に関してもですね、まっすぐですね、どっしり見ていかなくちゃいけないということなんですね。この構造問題がわからないうちは、もう本当にね、総理大臣はですね、孤立無援なわけです。つまりもう、いくらすごい強い武器とか、いくら強い精神を持ってても、ご飯がなかったら死んじゃいますよね。この構造問題がわかる人をですね、皆さんが1人、3人ずつですね、こう増やしていくっていうことが非常に、大切な気がします。というふうにですね、まあ非常に分かりやすかったのかなと思います。ですから、今から我々が日本を取り戻すということに関して、政治家に対してぶつくさぶつくさ言うだけではなくて、自分が何ができるのか、これから何をしていけばいいのかっていうのは、もう答えは簡単で、まずテレビを見ない人を増やしていく、面白くないと。でもテレビっていうのは依存性があるわけですよね。
つまり麻薬だったりとかそれと非常に近いものがあると。じゃあテレビよりも面白いツールを教えてあげるってことですね。例えば1年間ネットフリックスやってみなよっつって1万2000円渡してあげて、実際にですね、なんていうの、好きなタイミングで好きなものを見ることができるとかですね、そういったものをね、1年間だけでもいいから、ね、体感させてあげるっていうことも別に一つのね、やり方かもしれませんね。そしたらネットフリックスとかって CM がほとんどないので、そういうふうな形で面白くなるかもしれませんし、でもしくは、YouTube で言えば、虎ノ門ニュースがですね、今チャンネル登録者数が91万とか、92万弱ぐらいいるんですけど、でもね、なんかね、最近この飯田とか明治大学のわけのわからんやつとかですね、あとは高橋陽一とかですね、なんかね、気持ち悪いやつらが虎ノ門ニュースに参戦してって、非常になんかこいつらスパイだなってなんかちょっと思ってしまいましたね。なんか本当に気持ち悪いので、ちょっとね、正直難しいんですけどね。ですけど、そういうふうに虎ノ門ニュースの中にこうスパイが入ったりとか してる感じがして、なんかもう岸田内閣のね、この人選は素晴らしかったと思って、もうね、自信満々にね言ってましたね。もうはっきり言って気持ち悪いですね。ですからね、本当にコロナに関してはもう本当にもう詳細は今年いっぱいでね、もうPCR 検査自体がね、もう今年いっぱいで、普通のそういったチェックですね、インフルエンザと同じような形でチェックできる形になって、でまあおそらくもう1種から5種まであるんですけど、1種とかがエボラ出血とかで、2種とかが肺炎とか結核とかだと思うんですけど、それと同じ場所にねコロナがあるんですけど、これもまた変わっていくので、本当にね、岸田内閣っていうのはね、本当にもうなんかこれね、河野洋一さんとか高橋早苗さんになってた方が目覚めた人が多かったんだろうなって思いましたね。もう本当に全く自分がこうしたいっていうのがない、いいとこ取りをねしてる人が結局勝つようなっていうか勝ってほしいで、やっぱりね、河野太郎はね、本当ね、顔が汚い、やっぱり良くないですね。なのでやっぱりね、総理大臣、やっぱ菅さんの後に河野太郎がやってたら、日本がねの首相がね草刈り場の管理人であるっていうのがね、多くの人がね気づいたかもしれないですね。そうなってくるとね、非常に面白くて、でコロナで例えばその外出さないような形にすることによって、インターネットの世界だったりとかそういったものが非常に強くなって、で実際に虎ノ門ニュースもそうだし、チャンネル桜もそうだし、チャンネル登録者数がすごく増えてるわけですね。でチャンネル登録者数がこう増えることで非常にね、いいこう流れというかいい形になってきてますね。つまりその、コロナで、怖い怖いとメインストリームであるメディアで騒ぎ立てると、で騒ぎ立てるんだけれども、実世界では、2年間で1万5000人ぐらいしか死ななかったわけですよ。ということはヒートショックって言っても
暑かったり寒かったりして心臓が止まるのが年間で1万7000とか1万9000に死ぬので、やっぱりこうあのお風呂場でこう倒れるのの2分の1なわけですよ、死んでる量が。うん、それを怖い怖いっていう風な形でやると、これさすがにおかしいでしょって気づきますよね。で気づくことでもうテレビ見たくないと、テレビはなんかまあなんとか株とかなんとか株とかってビビらせまくってもう頭おかしくなると、じゃあ違うものを見ましょうという形で、そこのこう受け皿がですね、まあ、虎ノ門ニュースだったりとかあのチャンネル桜とかになってるわけですよね。ですからね、非常にその、 あの言論空間としては非常にちょっとこうあの面白い形に、これからなっていきそうだなってあの直感的にあの思いましたね。うん、それがなんかね唯一の救いだったのかなと思います。でも CDC とかもそうなんですけど、もうぶっちゃけた感じでね、ロックフェラー財団がね、1907年にですね、あの衛生委員会を設立して、それが国際連盟にもなってますし WHO にもなってるわけですね。なのでまあこういったワンワールドオーダーっていうですね、まあ、そういったマネー主義、こちらの一環の中でそういったその彼らがなぜ衛生だったりとかワクチンだったりとかウイルスだったりとかそういったものを、研究していたのかっていうですね、まあこういった、このロックフェラー家ですね、こちらをですね、まあちょっとこうまた林千佳さんの番組でもまあやってるんですけれども、 CD、チャンネルグランドストラテジーですかね、 CGS でもやってるんですけれども、まあこちらもちょっとまた、小生からもですね、まあ、発信させていただきまして、ロックフェラー財団、ロックフェラー家って何なのかっていうことが分かると、やっぱりねコロナ、例えば武器にも、賞味期限があるんですね。だいたい8年から9年と言われてます。鉄もね、やっぱりこう武器って精密なんですよね。少しでも錆びちゃうと、バーンって顔で炸裂したり、いろんな不具合が起きるので、武器が古くなっちゃうと売れないんですね。だから弱い方にタダであげる。弱い方に武器をあげて、危ないですよっつってお金を持ってる方に最新の武器を買わせるというですね、古典的なやり方をしてる。で今回のそのワクチンとかに関しても3回打とうとか、これもまたあれなんですよ、目覚める人が増えますね。2回でいいって言ってたじゃないですかみたいな、じゃあ3回やりましょうみたいな。で河野太郎くんとかも要は中国共産党とズブズブ、もう河野ファミリー、河野家自体がズブズブである、つまり政治家になってはいけない人ですよ、要は犯罪者ですよね、スパイですよ。じゃあなんで日本でスパイ防止法ができないのかっていうのはここでも分かりますよね。これはまた目覚めますよ。つまりその、こうメディアを使って肌感覚とメディアで報道していることがこうずれを生じると目覚める人が増えますよね。目覚める人が増えた時にこれ面白いよって勧めてあげて、そしたらどん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 こう目覚める人が増えていく。虎ノ門ニュース最近ちょっとひどいな、最近ちょっと見たんですけどちょっとひどいなと思ったんですけど、まあテレビよりもマシなんで、まあ、そっちを見てもらって、まあ、飯田さんもですね、国交省ですね、まあ、要は創価学会がずっとやってるのはおかしいよねっていうことは言ってました。でもなぜ飯田さんが言えたか教えましょうか。これはね、CSIS って言って、ジョセフ・ナイとかマイケル・グリーンとか、アミテージですね。そのレポート、まあ、トランプの時の、まあ、
年次報告書だったんですけど、祖国学会潰せって書いてたからなんですね。つまり公明党のこととか祖国学会のことを言ってもいいよっていうね、発表させられたわけですよ。その代わり祖国学会のその次の駒を作っとけというような報告ですね。で、今井補佐官をもうリストに入ってたんですけど、その河原井ですねの、日本の、そういったこうつなぎ役をするところでも要は日本人で英語喋れて国際金融資本家が見えてる人が割と少ないんでしょうね。で、そういったまた今井補佐官がそういう、竹中平蔵がなんかこうあれですよね、小泉純一郎の時にそういったなんとか大臣とか郵政民営化した後にまたなんか白々しくですね、なんだっけ、イギリス人のね、名前忘れちゃったんですけど、アトキンソンか、デイビッド・アトキンソンとね、スパイと一緒にやってるでしょ。それとも同じような形で、いやね、日本、ね、でね、優秀でね、英語喋れてね、国際金融資本家が見えてるね、やつらがね、ちょっとね、割と少ないのかもしれないですね。ですからね、ちょっとこう、正体がバレすぎてしまって、意外とちょっと動けなくなってるのかもしれない。そんな感じがします。なので、本当に、靖国神社にね、参ってほしいとかね、好き勝手言うのはいいんだけれど、いいんですけれど、やけど、その分、政治家をどういうふうにピックアップして、背中を押してあげるかとか、そういうのもね、きちっとね、具体性を持って、具体的にね、やっぱね、してあげないとね、本当かわいそうですね。で、やっぱり、林千佳先生もおっしゃったんですけど、第一次安倍政権のような悲劇が起きるんですよ。みんなが国際金融資本家だとかマネー主義ワンワールドオーダーという構造を知らない安倍晋三頑張れ、いやいやいや、潜水艦でソナーで全く分かんない、全然分かんないところからも攻撃されてる状態ですからね、これでどうやって頑張るんですかっていうね、本当にね、もう少し政治家の人の気持ちになってください。で、もし、あれですね、これを他のゼミナール見てる人で、あ、そうだなって思った人は、本当に動いてください。で、動いて、テレビ面白くないよ、新聞面白くないよっていうふうな形で、本当に皆さんでね、啓蒙っていうんですかね、本当に、なんていうんですかね、本当にね、自分から変わっていかないといけない時期ですね、本当に。なんかね、日本がね、なくならないかね、心配になってますよ。本当に大変な時代です。岡野ゼミナールでした。チャンネル、登録とかね、あと、いつもいいね押してくださってる人、ありがとうございます。本当にモチベーションになってます。コメントもいただきましたら、気が向いたら返信します。ということで、岡野ゼミナールでした。やれやれですよ。